はい、おはようございます。それではお時間となりましたので、ユニークキャリアラウンジ本日も始めていきたいと思います。本日438回目ということで、430回を超えてきましたけども、はい、本日もゲストを招きしております。本日のゲストは B モンスター株式会社代表取締役の塚田誠さんです。塚田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、早速始めていけたらというふうに思うんですけども、まあ、先ほど実はちょっと楽屋裏で話していたんですけども、僕は今島根県で、実は塚田さんのおばあ様のご実家ですかね、が島根ということで、ちょっと勝手に親近感を覚えながら始めていけたらというふうに思っているんですけども、早速なんですけども、塚田さんのことを知っている方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まだちょっとご存じない方もいらっしゃるかと思いますので、簡単に自己紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、B モンスター株式会社代表取締役の塚田誠です。B モンスター自体は、4つのブランドを、運営していまして、1つ目が、暗闇ボクシングフィットネスという、暗い中でクラブみたいな空間で大音量の中ボクシングをするという、事業を運営しているのと、あと去年の10月頃からオンラインフィットネスアプリのバディーズというものを始めていて、今年の、5月に新しく2つ渋谷にオープンしたのが、同じく暗闇ボクシングなんですけど、今度はキックなのと、あと今まで人が教えてたところを、ホログラムを設置してバーチャルパフォーマーが教えるっていう新しい業態を、トイボックスという名前でやっていて、あと併設でサステナブルカフェレストランというので、塩の鳥羽シェフに、フードメニューを監修していただいて、まあ、今だと昆虫食だったりをメインに扱っているカフェレストランを運営しています。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速、まあ、B モンスターの、クレーンボクシングの方なんですけども、実際にこう日本各地にいろんな店舗があるというふうにお聞きしてるんですけども、具体的にどこのところにあるだったり、それこそ海外もあるというふうにお聞きしたんですけども、どこの店舗があるか、ぜひ教えてください。はい、12スタジオがあって、銀座、青山、恵比寿、新宿、池袋、名古屋と、大阪の梅田で、羽田空港もあって、で海外が台湾と上海に3つあるっていう形ですね。なるほど。まあ、この暗闇ボクシングってどうしてもボクシングってこう明るい中で結構賑やかな曲でなんかサンドバッグ打ってるようなイメージなんですけど、はい、結構暗闇ボクシングというのはどこからこう、例えば塚田さん の, 過去の出来事で影響を受けて取り入れたものなのかなと思ったんですけど、どこでどういう出来事の時にこのクレーンボクシングのアイデアとかだったり体験したのかをぜひ教えてください。はい、そうですね、もともとニューヨークでクレーンボクシングがあって、それを持ってきた形なんですけど、なんか年始に必ず今年の目標を家族で言い合うっていう会があるんですけど、はい、そこでたまたま姉と私がボクシングで痩せるっていう目標を立てていて、まあ多分その時結構七尾さんとかがボクシングをやられてたりとかしてて、こう女性のちょっと憧れのものみたいになったので、まあ、それをやりたいって言って、姉と日本のボクシングジム近所のとこだったんですけどにちょっと体験に行った時に、まあもちろん普通のボクシングジムだったので、なんか明るくて、で鏡に向かってフォームをずっと練習して、なんか鏡越しの姉と目があったりとかして、なんかこうすごい気まずいというか、なんかめっちゃ頑張っててもなんか張り切ってるじゃんって思われそうだし、でもすごいサボってても、いやサボるなよって思われそうだなとか思って、こうなんかどれぐらいの塩梅がいいかなとか考えてるうちに終わってて、なんかあんまりこう集中できなかったなっていうのがすごく一個の感想としてあって、なんかもっと熱中できるものじゃないと痩せるまで至らないなっていうのを、まあ、SNS に書いてたら、ニューヨークに住んでた友達がアメリカだとこういうのが流行ってるよって、そこの URL を送ってくれて、でたまたま本当にニューヨークに行く予定があったの で, で姉と2人で旅行で行く予定だったんですけど、なんかまあ1個のアクティビティとしてせっかく送ってくれたし行こっかみたいな感じで行ったら、本当に楽しくてこうすごく感動して、これを日本に持って帰ってきたいって言って、もうそのまま2人でじゃあやろうっていう形で帰りながら事業計画立ててみたいな感じでした。なるほど、なるほど。じゃあこのインタビューでぜひ後半の方で、まあ、その話も聞いていけたらというふうに思ってるんですけども、まあ、先ほどちょっと B モンスター の, 紹介ありましたけど、はい、B モンスターの軸となっている考えだったりビジョンがあるというふうにお聞きしたんですけども、ぜひちょっとこの部分を先に教えていただければと思います。
そうですね、ビーモンスターの株式会社全体のビジョンなんですけど、心身ともに洗練され、チャレンジし続ける人であふれる世界を作るというビジョンを掲げています。はい、ありがとうございます。ここは実は塚田さんのおそらく大事な部分であり、それが多分過去の経験から作られたものなんじゃないかなっていうふうに思ったので、ここからは塚田さんの過去の経験だったり出来事をちょっと聞きながら、この今のビジョンだったりとか、あとはビーモンスターの事業の話にちょっと移っていけたらというふうに思うので、実はこのユニキャリはライフログというものに沿いながら、お話を聞いていきますので、過去の塚田さんの転機についてもちょっとここからお聞きできればというふうに思うんですけども、塚田さん過去、小学校だったりどういう性格の、子供だったりとか、あとはどんな出来事、最初に多分7歳の出来事がすごく大きな出来事だったんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、はい、どんな小学校生活を送っていたのかぜひ教えていただけますでしょうか。はい、そうですね、なんか小さい頃からなんかあんまりこう、てか周りの結構目を気にするタイプで、多分末っ子だったのもすごくあるのかなと思うんですけど、ちょっと両親が起業家で、そこそこ裕福な家庭で育ててもらったのもあって、こうなんかいろんなご飯屋さんとかアパレルとかに行くときにこう担当の方とかがついてくださるんですけど、なんかその方とかが、私とかにももちろん優しくしてくださるんですけど、なんかそれは全部こう私を通して両親を見てるなみたいなことをすごく思っていて、なんかこう普通の時は話してたりも普通にしてくれるんですけど、最後なんかありがとうございましたとかごちそうさまでしたみたいな感じでお店出るときは誰とも目が合わないというか、もう大人たちの顔が全員親のを見てて、なんか私がどんなに声を発してもこっちを見てくれないみたいなのすごく思った経験があって、そこでなんかあんまりこう人って信用できないのかなというか、こうやっぱり利益があるからこそ優しくしてくれる存在なんだみたいなのは、もう幼心にその時に思って、いやすごく大きかったですね。なるほど、結構そしたらあれですね、こう両親のやっぱり部分も大きくやっぱり、はい、裕福だったところもいろいろとそこで経験できたこともあるかなというふうに思うんですけども、なんか人の、人を信じられないから信じられなかったからこそ、なんか私は私じゃないんですけども、そういうなんか自分は自分だからっていうふうなところでうまく割り切りとかもできたのかなっていうふうに思ったんですけど、そうですね、すごくその反骨心というか、私を見てほしいみたいな、私だけでも何か利益を出せるよみたいな風にはこう思っていた感じはありましたね。何かそうですね、こうその出来事に対して悲観的になるだけではなくて、そこから何とかしようじゃないですけども、なんか何か自分できることがないかっていうふうに、探り始めるのかなっていうふうに思うんですけど、そこで小学校の時ってある程度何か例えば遊びだったりとか習い事とかだったりいろいろともしかしたらやっていたのかなっていうふうに思うんですけど、小学校の時どういうことをやっていたのかをぜひ覚えていれば教えてください。はい、そうです、習い事は結構いろいろさせてもらって、なんかそういうのがすごく好きな家族だったというか、こうなんかやりたいって言ったら、ああやればっていう感じで言ってもらってたので、多分何個もやったかなと思います。その普通にあるやつ、なんか水泳とか書道とか、そういうのも含めて、なんかブラスバンドとかにも入ってたので、なんかいろんな習い事はさせてもらってて、あと子供の頃は結構明るい性格というか、なんかこう多分そういう自分を見てほしいみたいなところがすごくあったので、なんか一切覚えてはないんですけど、親から聞くとなんか気づいたらいなくなってて、なんか高いところに登ってはなんか歌歌ったりとかしてたって言ってました。それでなんかお客さん集めてたみたいな路上ライブみたいなのを勝手にやってたっては言ってましたね。路上ライブすごいですね、はい、好きだったみたいですね。なるほど、人気も前に出るのがある程度多分好きだったりとか。そうですね、はい、なるほど、なるほど。そこで多分ずっとある程度こう学校で人気者だったりとか、ムードメーカー的な存在だったのかなっていうふうに思うんですけど、小学校多分6年生ぐらいのタイミングなのかなって思うんですけど、はいはい、そこがある程度人気者だったけどみたいなところができたというか、感じる部分があったというふうに聞いてるんですけども、ぜひ言ってください。はい、そうですね、結構小学校6年生の時ですかね、なんか
自分で言うのもあれなんですけど、まあそこそこ人気がある、クラスの中に人気があるタイプで、まあでも、というのも、そのやっぱ私を見てほしいみたいなのが小さい時からあって、なんかどうしたら見てもらえるかなみたいな試行錯誤してたので、なんか小6の時はこう演じてたというか、なんかコミュニティに応じて、なんかどういうふうにこういれば人が自分を見てくれるのかみたいなのは結構研究して、で、これだみたいなのがあってやってたので、なんかこうそれで人気が出ても、ある意味虚しいというか、私自身を見てもらえてないというのがあって、まあ、なんか演じてる私がただ人気があるだけなんだなみたいなのがあったので、なんかこうアンケート、仲のいい友人を書いてくださいみたいなクラスのアンケートとかでも、なんかすごいいっぱいいたのに、なんかいませんとか書いて、なんか呼び出されたりとかしてて、でもなんかそうなんですよね。でもそれはなんか私自身との友達じゃなくてみたいな、演じてる私との友達だみたいな、なんかそういう謎のことを思っていて、まあでもそっからなんか、じゃあ結局演じてるのに満足しないんだったら、なんか意味がないなと思って、なんか本当のじゃあ自分ってなんだろうとか、じゃあなんか本当の友人ってなんだろうとか、そういうのを結構そこら辺から考え始めた形ではありましたね。もしかしたらそこの部分って、その先ほど7歳の出来事であった、はい、なんか人を信じられないっていうところでも、はい、なんか私は私みたいなところが実はあったのかなっていうふうに思うんですけど、それがなんか小学校6年生の時にいよいよ顕在化されたみたいなところなのかなっていうふうに、はい、なんか聞いてて感じたんですけども、そうですね、なんかちなみにその私とはとか友人とはすごい考え始めたと思うんですけど、はい、まあ、そこである程度なんですかね、小学校の時にまだその私とは何だろうみたいなのってこう実際の、はい、まあ、答えじゃないんですけども、なんか明確なものってその時にこう答えとして出たりとかしたんですか？いや、答えとしては出てはなかったですね。あ、そうですか。でもこう今これせっかく演じてて、でもそれでまあ満足しないから、今度は演じない自分で、例えばそこで人気がなくなったとしても、その時どう感じるかっていうのをはやってみたいなみたいなのがあって、ちょっと中学生ぐらいの時は結構あんまり頑張らずに、その自分というかはやっていましたね。まあ、そこが15歳ぐらいのその転機というか一個、はい、まあ、大きな出来事の漫才師を目指すっていうところに、はい、まあ、つながっているんじゃないかなっていうふうに、はい、本当に素の部分が出たことなのかなって思ったんですけど、はい、漫才はもともとお好きだったんですか？そうですね、お笑いが本当に好きで、はい、まあ、そのネタももちろんですし、バラエティもすごく好きで、あの小さい時からあの消灯時間とかあるんですけど、一応その消灯時間の後にやっぱ面白い番組ってあるんで、はい、ね、一回寝たふりしてその後起きてきてこっそりテレビ見てっていうぐらいが好きでしたね。そうですね、寝たふりしてあの、はい、ってなんか結構小学校の時のあるあるというか、はいはい、気がするんですけども、なんかそこのバラエティとかお笑いって何かこう人を笑わせるって笑顔にさせるっていう風な要素があると思うんですけど、そこの要素が結構大きかったんですか、漫才とかの部分で？そうですね、なんかやっぱりこうそういう性格なのもあって、あんま人を信用できないところがあったので、なんかこう嫌なことがあった時とか、多分もしかしたら普通だと友達に話したりとか親に話したりとかあると思うんですけど、なんかあんまりそれがしたくなくて、でもなんか自分の中に溜め込んでいくと辛くなっちゃうので、なんかお笑いはそれを忘れさせてくれる存在だったりとかして、なんかまあいろんな人と喧嘩して嫌な気持ちになってもこうテレビを見て笑ってる時間はそれを全部忘れられたので、なんかそういうすごいかけがえのない時間だったのかなと思います。なんか人を信じられない部分がまだもしかしたらこの時は続いていたのかなっていうふうに思うんですけど、うん、まあ、その漫才師を目指して大会に出るわけなんですけども、はい、それはなんかピンで出たのか、それともコンビみたいな形で誰かと組んだのかはどちらだったんでしょうか？コンビとトリオでやってました。2つ組んでて。はいはいはい。そうなんですよ。なんかね、その時掲示板があってネットの、あの、それで探した人で。そう、ネットで探した。そうなんです。学校のとかじゃなくてですか？はい。ネット掲示板で探してて。でも当時は今ほどなんかそのあんまりネットであの知り合う人とあのオフラインで会うみたいなのがなかったので、結構、はい、大丈夫かなとか思いながら、こっそり親に内緒だったかな、言ったかな、忘れたんですけど、結構言いづらい感じで、でもなんかこうこっそりあった
感じでしたね。ハイスクール漫才というまあ、これは高校生のあれですかね、高校生の M1 みたいな、なんかそういうものですね、だと思うんですけど、実際こう出てみて、まあ、結果とかももちろんあるかもしれないですけども、実出てみてこう感じたことだったり、まあ、そこが何か今につながってるなっていうところがもしあれば教えてください。はい、そうですね、結果としてはなんか、まあ、そこそこ受けたは受けたんですけど、なんかそこに対してなんかものすごい喜びがあったわけじゃなかったっていうのが結構大きくって、なんかこう出る前までって緊張するとか受けなかったらどうしようとかで不安で、なんかずっとマイナスな感情 で普通こう出て受けたらそれがすごい喜びに変わるみたいなのがこうあるからやれると思うんですけど、私の場合受けた時に、あ、よかったみたいなほっとした感情だったんですよね。でだからそれってなんか、まあ、プラスマイナスゼロぐらいな感情なのかなと思って、なのでこうずっとマイナスからのプラスマイナスゼロだと、こうこれをずっと将来の職業にしていくのは難しいなって思ったので、まあその大会終わって解散して、その漫才師目指すのもやめたんですけど、まあでもなんかこうやってみてすごく良かったなっていうのがその時すごくあって、まあ、やらなかったらこのずっとやりたかったのになみたいな感情のまま終わってしまっていたので、なんかしっかりちゃんとそれをやって、その上で自分には合ってないっていうふうに判断できたのはすごい良かったので、なんか何でもやってみようみたいな、こうやってみたところで得るものの方が大きいみたいなところはそこでこう培ったとか、その時の経験が大きいかなと思いますね。まあ、やってみないとわからないってすごくね、こういろんな人も同じように話してるかもしれないですけども、まあ、どの方にもなんかこれやってみたいなとか、やれたらいいのにとか、やりたいっていうなんか種ってあると思うんですけど、なんかそれを実際に実行するって、それこそ小中高校時代ってなんか人の目があるからちょっとやりにくさというか、なんかそれ聞かれなかったらどうしようとか考えちゃうのかなっていうふうに思うんですけど、はい、そこで漫才にやっぱ大会に出ようっていう風にちょっと決めた最後の一押しみたいなのって実際どこだったのかな、ちょっと気になったんですけど。ああ、でも、どこだったんですかね。でもやっぱりこうせっかくやりたいと思ったから、いや、なんかでもそれで言うと中学3年生の時にもコンビを組んでいて、ね、そうなんです、それもネットで探した子だったんですけど、まあでもその子とはちょっといろいろ折り合いが合わずに、まあ、自然消滅みたいな感じになってしまってて、で多分それが結構残ってて、せっかく組んだのになんか何もせぬまま終わっちゃったなみたいなのがあったので、なんかまあ、ネタとかは作ってたんですけど、せっかくなんか作ったものとかはこう外に出してなんかまあアウトプットして、そこに対するフィードバックが欲しいみたいなすごく思ったので、まあ、やっぱ大会とかに出て人前でやってこそやったというか、そこでなんかいろいろ感じるものがあるのかなとすごく思ったので、そこはそうですね、多分そこのやったのに最後までやりきれなかった経験みたいなのがあって、今回は最後までやりきりたいと思ったのかなと思います。その経験があったんですね。なんかそこ聞くと、あ、確かにそこつながるなっていうふうに、思って聞いてましたね。ちなみにこう高校ちょっ と飛ばしてしまったんですけども、まあ、高校時代っていうのは、はい、まあ、どういう高校に進学をされたのか、ちょっと簡単に教えていただけますか。そうですね、女子校だったんですけど、幼稚園からずっとエスカレーター式のところで、そこに通ってました。そうなんですね。まあそういうふうにずっとこう同じような、多分もしかしたら人々とずっと小中高というふうに過ごしていたのかなっていうふうに思うんですけど、まあこの高校生活で、まあ、もちろん漫才のやつも大きかったかもしれないんですけども、はい、まあこの今の、そうですね、宝さんの中で大きな出来事の一つとも言える、まあ、はい、イギリス留学のお話もちょっとお聞きできればと思うんですけども、はい、まずなぜこの留学をしようと思われたのか、そして、はい、なぜこうイギリスという環境を選んだのかみたいなところをぜひ教えていただけますか。はい、そうですね、留学に行ったのは、なんかあれはいつだったか忘れたんです。あ、6月ぐらいですかね、に学校に向かってる途中に、なんか本当に突然、なんか今日このまま学校に行っちゃいけないんじゃないかって思っていて、なんかこう、その先の全部の未来がなんかこう見えてしまう感覚みたいなのが、まあ、見えてはないんですけど、なんか今日このまま学校に行ったら、なんか普通に学校に行って、大学に行って、就職して、なんか普通に終わってっちゃうみたいな人生が、なんかちょっと見えた気がして、なんか、まあ、多分変な勘みたいな感じだと思うんですけど、で今日はこのまま絶対に学校には行かないぞと思って、
学校に行くのをやめたんですけど、で、まあ、ただやめて、でもじゃあ今日だけ休んで明日から学校に行くのかって言ったら、それってなんか何が変わってるんだろうなってすごく思ったので、何か変えることをしなきゃいけないんじゃないかと思って、で多分その時留学の選択肢が出てきたのは、なんか両親がすごく海外志向で、なんか日本じゃなくて海外に出てほしいみたいなのをずっと言っていて、で小さい時ってまでですね、中学生ぐらいの時からなんかサマー留学みたいな、夏休みだけの2週間留学みたいなのとかにも結構行かせてもらってたので、なんか多分そこで選択肢の一個としては留学っていうのがあるなみたいな。で転校とかいろいろ考えたんですけど、多分なんか留学が一番親を説得できるというか、絶対言ったら喜んでくれると思ったので、なんかこう一番簡単に帰れて、その周りも巻き込めるのは、あ、留学だろうなみたいなのがあったの で、じゃあ留学に行こうと思って、でその時留学に行っていた友達がいたので、もうその子にその場で連絡して、あの留学斡旋会社紹介してほしいみたいな感じで、その子が使ってたそこのエージェントの方にもその足でそこの会社に行って、で一人で行って、でまあ留学に行こうと思ってるんですけどって言って全部説明とかも聞いて、でも最後じゃあ親の同意を得るところまで全部自分でやって、後日親連れてってみたいな感じでやってましたね。すごい、この今日このまま学校行くと普通の人生になっちゃうっていう、まあ思った出来事もそうなんですけど、まあ、それでなんかそれをそのままにせずに、ちゃんとこうなんですかね、変えることしなきゃっていうのでアクションに起こしているところって、なかなか普段生活しててもふとこう、あれこれなんか違うんじゃないかっていう感情を持つことってあると思うんですけど、それをそのままにせずに動かすって、高校生の時にできた人っているのかなっていうふうに思うところはあったんですけど、あの実際こう留学どれぐらい行かれたんですかね。留学自体は1年間ってました。1年間ですか。1年間行かれて、実際にこうどうああいうことを学べたとか経験できたとか教えていただけると嬉しいです。はい、そうですね、留学の期間は本当にすごく刺激的でというか、まあ、その時は、すごい人見知りだったんですけど、もう本当に行ったらもう知ってる人誰もいないし、その時英語レベルも本当に全然できなくて、もう高校生でしたけど多分中学生レベルでしかできなくて、なんか言葉の通じない人たちと一つ屋根の下で暮らしていくみたいなのは、なんか結構辛いかなとも思ったんですけど、なんか行ってみたら、まあ、実際なんかまあ身振り手振りとかで伝わるところは伝わるし、まあ、プラスコミュニケーション取りたいと思ったら勉強すればよかったしっていうので、なんかそこもこう、あ、意外とやってみたらできるんだなみたいなこととかもいろいろ思ったのと、やっぱ教育制度とかが全然違くて、まあ一クラスが本当に少ないんですけど、10人いないぐらいのクラスで、でも発言をすごく求められて、なんか日本だとやっぱおとなしく受けていることが結構是とされてると思うんですけど、向こうだとなんか今日一言も話してないけどこのまま話さないんだったら出席にしないからねみたいな、そこに立ってるだけだ、その座ってるだけだったらもう全然いる意味ないから、その休んだらみたいな、どっちにしても出席にはなりませんみたいなことをすごい厳しく言われて、あ、そうなんだみたいな、ここではなんかもっと自分のこう存在をアピールしていかないとこう価値がない人間だって思われるんだなみたいなのがあって、でもなんか そっからすごく授業も楽しくて、やっぱこう主体的に自分で発言すると、まあ、先生もそれに応じたフィードバックをくれたりしますし、なんか本当にこう求めれば求めるだけちゃんとした教育を受けさせてくれてたので、なんかそれがすごく面白くて、あ、なんか勉強って楽しいなとか、学校もそれまでは結構友達と遊ぶとかこう休み時間が楽しくて行ってたみたいなところがあったんですけど、なんかそうじゃなくて授業時間もすごく楽しいんだなみたいなのはそっちでもらって、なんか本当にこういろんなインターナショナルスクールだったんですけど、その時行ってたのがなんかこういろんな国の人たちが来ていて、もうそれがなんかこうそれぞれの国でやっぱ良いとされてたことが、まあ、最初のうちとかは特にこうすごく出てきて、そこがなんかこうすごい面白いなというか、なんか中国の同じクラスだった子とかはテストの音を解くときになんかすっごい音を立てながら書くんですよね。でなんか多分周りを威嚇してて、それで、でこうなんか自分はこんなスピードで解いてますみたいなのがもうをめっちゃやって、最後終わったときになんか言わなくていいんですけど終わりましたみたいなことを言ったりとか、
なんかそういうのとかもやっぱこう当時中国は子供もすごく多くて、多分その受験勉強とかも競争社会でみたいな、その中で生き抜く術としてそういうのやってたんだろうなとか、なんかそういうのがいろいろ見れたのはなんか日本だとなかったので、なんか面白かったですね。実際こう海外に出ていって、まあ、多分視野が広がって、多分考え方も日本のままだったら多分こう自分を発信するっていうと、もちろんもともと人前に立つことはお好きだったりとかしたと思うんですけど、まあ人前に立つことだけではなくて、その授業の時からこう主体的に授業に取り組んだりとか、積極的にする、自己表現するっていうのがなんか認められ、それで認められるっていうのを知ったからこそ、なんか自分で行動をする、それをなんかいろんな人に見てもらうっていうのが、まあ、自分にとって大事というふうに、まあ、気づいたんじゃないかなっていうふうに聞いてて、うん、思いましたね、うんうんうん、ありがとうございます。もう実際にこう大学、高校で、まあ、留学をして、まあ、そして戻られて、まあ、次、まあ、こう高校から、まあ、次のステップに進むというふうには思うんですけど、そこはあの塚田さんはこう大学を進学っていう道なのか、それとも就職という道なのか、まあ、どっちとも、なんか1回1年間何もしなかったとか、どういうふうな選択を取られたのか、ぜひ教えてください。はい、そうですね、それで、大学には、はい、進学しまして、まあ、1回、高校戻るとその学年が1個落ちるというか、はい、落ちる程度だったので、なんか高2で行って向こうで高2を過ごしたんですけど、もう1回帰ってきて高2をやって、でその期間最後1年間ぐらいあったので、そこでまあちょっと受験勉強、ちょっとでも受験勉強する気にならなかったのでほとんどしなかったんですけど本当にちょっと遊んでて、でまあそのたまたま入れた大学に行って、でまあ2年間はあの政治学科だったので、まあ法学部政治学科だったので、なんかまあ法律とか政治の勉強とかはしていましたね。じゃあなんか今この今の話でいくと、なんか B モンスターの話に全くつながらないような、はい、ところなんですけど、はい、まあ、ここであの先ほど冒頭で実はお話ししてたんですけども、はい、あのニューヨークで体験した、まあ、暗闇ボクシングの話に実は大学時代につながるっていうふうに思うんですけど、21歳の時ですかね、まあ、20歳の時なのか分かんないですけども、ニューヨークでこの暗闇ボクシングを体験したのはどのタイミングだったんでしょうか。大学2年の終わりの時期ですね、本当に、2月とかに、ニューヨークで体験してて、でなんかその時、もともとずっとテレビの制作の仕事がしたくて、でなんかまあそれを目指しての政治学科だったんですけど、まあ、ちょっとずつなんかこう本当にやりたいのってそこなのかなみたいな、なんかその時結構コンプラとかがすごく厳しくなってきた時期で、なんかこう思うようにこう皆さん番組作りされてないみたいな印象を、まあ、自分の中に受けてて、なんかそれって本当に面白いのかなみたいなのちょっと思い始めた時期で、なんかそこがなくなって、ちょっと大学への意欲もちょっとなくなってて、なんかこのまま大学続けてるのも嫌だなみたいなのがあったので、あので、両親にもこう辞めたいみたいなことを相談してたんですけど、で次が決まってるのって聞かれて、その時全然決まってなかったので、特に決まってないみたいなことを言ったら、まあ、それは次を決めてから、あのもしそれでその次を決めた時に大学が必要ないって思ったんだったら辞めたらいいし、でもそれを決まる前に辞めるのは逃げだから、それはちょっと違うんじゃないかみたいなこと言われてたので、まあ次探しみたいなのもしてたのかなっていう中で、でたまたまその冒頭に言ったみたいに、こうニューヨークに行ってもう本当に感動した体験でこれを持ってきたいってなったので、でもう次見つかったっていう感じで、もうその3月に大学は辞めて、でまあ同時に3月にあの起業して、で6月に銀座スタジオをオープンしたっていう流れでしたね。まあ、途中から参加した方もいらっしゃるので、ちょっとだけあのハイライトさせていただくと、まあ、ニューヨークで実はあのお姉様とね、もともとニューヨークに行かれる予定があったというふうなところに、まあ、便乗したというか、そういうふうにお聞きしてるんですけども、はい、そこで、まあ、暗闇ボクシングというものがあって、まあ、それを実際体験をしてみたらすごいなっていうふうになって、それをもう日本にも持ってきたいっていうので、帰りの飛行機の中で実はいろいろと話をしていたというふうに、最初の方にお話してたんですけども、実際こうやりたいと思ってすぐに起業されたっていうところがすごく、なんていうんですかね、面白いというか、なかなかできないなというふうに思うんですけども、そこのなんか起業資金みたいなところっていうのはどういうふうに
算出というかしたのか、はい、教えていただけますか。そうですね、はい、その時は、両親が起業家だったので、まあ、両親に相談して、そこを、出してもらえないかみたいな交渉をして、うん、出してもらった形ですね。両親が起業家で、まあ、もちろんそのどうしてもこう起業家だからこそ、まあ、厳しい部分ももちろんあるのかなというふうに思ったんですけども、実際こう簡単にもう出資するよっていうふうな感じじゃなかったのかなというふうに思うんですけども、はい、そこはどういうふうに両親を説得じゃないですけども、はい、出資してもらうのかっていう、どう口説いたのかぜひ教えてください、はい、でもそうですね、 それに関してはでもすごく両親自体乗り気で、なんか私は全然起業家にずっとなりたくなかったんですけど、姉はずっとなりたくて、で大学の時にいろいろサービスを当時姉もやっていて、なんかこうレンタルドレスのサービスだったりとか、なんか写真家と旅行者をつなげるマッチングサービスみたいなのとかやってて、でその時はでも結構両親は厳しいフィードバックで、それって本当に儲かるのとか、なんか儲からないんだったら仕事じゃなくてボランティアだよねと か、 なんか結構そういう厳しいことを言ってたのも見てたんですけど、なんか今回の B モンスター の、 その一番最初のアイディアとかはなんかすごくいいねみたいな感じで、もうすごく乗り気だったので、その後もまあもうちょっと細かいブランディングの話とか、どういうターゲティングの話とかをしていく中で、全然こう、あ、じゃあ出そうかっていうような感じでは言ってもらいました。実際こう、まあ、企業2人で多分最初スタートだというふうに思うんですけど、そこで早速銀座店をオープンするというふうになってると思うんですけど、はい、ここおそらく一緒に働く人っていうのは、ね、募集をするわけだと思うんですけど、はい、なかなかこう日本のボクシングとそのニューヨークでのクライミングボクシングって全然違うじゃないですか。もう暗闇の中でこうサンドバック打つっていうのと、明るいなんかスパーリングところでどんどん打ってるみたいなのって多分違うと思うんですけど、どうこう従業員の方にこう暗闇ボクシングのまあブランディングを伝えたり雰囲気を伝えたりっていう風にされたのかが気になったんですけど、教えていただけると嬉しいです。そうですね、当時でもいろいろ伝えてて、まあ、なんかほとんど完成こうなんかこう言葉でこう暗闇でこうなんだよとか、なんかこうもうフィットネスっていうのは忘れてエンターテインメントなんだよとか、そういうのはなんかいろいろ伝えた中で、でもなんか最後1割が伝わってないような気がしてて、でそこはもうなんか口頭だと難しいのかなっていう限界を感じたので、当時10人ぐらいいたんですけど、10人を全員連れてニューヨークに行って、実際に行って、でなんかこう そこのモデルにしたところにも行ってプログラムを受けてもらったんですけど、まあ、受けてもらった後に多分こうだったと思うけど日本ではこうしたいとか、あとなんかそのプログラムももちろんこう吸収して帰ってほしいけど、なんかそれよりもなんかこう空気感みたいな、フロントから入った時の空気感だったり、まあ、ニューヨーク全体の空気感だったり、なんかそういう空気感を持って帰ってきてほしいみたいなのは伝えてましたね。実際にこうやっぱ最後で体感してもらわないところ分からない部分すごくありますよね、どうしても。そうですね、はい、まあ、実際にこうスタートをして銀座店スタートして、で実際のお客さんの様子とかだったら、お客さんどれぐらい来たのかっていうのはいかがだったんですか。あ、でもすごくありがたいことにとても反響いただいて、もう本当にオープンしてすぐぐらいからお客さんたくさん来ていただいて、2ヶ月3ヶ月ぐらいでもう目標にしてた1000人を突破してっていう形でしたね。まあ、そこの1000人を集める上で、まあ、集客というか広報の部分すごく力を入れてたっていうふうにお聞きしたんですけど、広報ってもともと塚田さん全く何て言うんですかね、こう経験されていないことだと思ったんですけども、そこはどういうふうに例えば何かこう学んだのか、それともいろんな人を頼ったのか、どういう方法で広報力を入れたのか教えてください。そうですね、一番最初なるべくもう一番最初からこう知っていただいて、サブスクのモデルなので、こうどれだけ早くそこの会員さんを集めれるかっていうのはすごく大事だよねっていうので、だったら一番最初からだいぶこう広告費踏もうかみたいなのは、まあ話し合っててそうなって、でまあ本当に言っていただいたみたいに全然こうなかったので、知識もなかったので、PR 会社さんにお願いして、で一番最初どうしようかみたいなところで、記者発表イベントを、まあ、やるのがいいんじゃないかっていうので、うん、一番最初が結構大きめに道端アンジェリカさんと松村邦弘さんをお呼びして、
イベントを開いて、でも結構本当にいろんな記者の方、ウェブとか雑誌とかテレビも来ていただいて、そうですね、そこはすごく大成功だったのかなと思います。やっぱりこう塚田さん一人だったら、まあ、塚田さん姉妹だと思うんですけども、はい、姉妹だけではやっぱり起業ってこううまく多分いかないこともあると思ってて、いろんな人の力を借りながら、まあ、スタートさせて順調に伸びていくサービスなのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、他のその先ほど冒頭にあったもう4つの事業が主にあって、まあ、1つがクレームボクシングというふうには聞きはしたんですけども、まあ、その他いわゆる起業すると、まあ、1つの事業を深めるっていうやり方もあれば結構多角的に広げるっていう部分があるかと思うんですけど、まあ、塚田さんの方は、まあ、それこそ多角的に広げるという方の戦略を取られたと思うんですけど、どうしてこう、はい、広げていこうというふうに思われたのかをぜひお聞きしてもよろしいですか。そうですね、なんかでもこう先ほど言ったみたいなビジョンがあって、うん、なんかそこを成し遂げるためになんかもっとできることっていろいろあるのかなっていうのは思っていて、で一番最初ビーモンスターやってて、ビーモンスター自体はこうすごくブランディングにも気を使ってこうステータスを感じてもらえる、こう通ってやっていること自体がステータスになれるようなジムを作りたいっていうのはすごくあったの でその時にまあステータスってなんだろうって考えてて、通えない人がいることがステータスなんだろうなっていうのをその時に自分の中で答えとして見つけたので、なんかこうあえて通えない人ができるシステム、こうハードなプログラムだったりちょっと高い月会費だったりとかっていうのでこうそこを作ってたんですけど、でもこうそのビジョンを成し遂げていくためには、なんかそこでこう通えない人、作った通えない人たちももっとなんか拾えないと そういう人であふれる世界にはできないなと思ったので、もうちょっと B モンスターができない部分を補うサービスみたいなのがあればいいなと思って最初バディーズを作っていたっていうのがありますね。そこはなのでもうちょっとその下のこうそこまでこうジムに通うまでのモチベーションはないけど、でも痩せたくてで、まあ、でも YouTube とか本とかで一人でダイエットするモチベーションは続かないみたいな人たち向けにそのバディーズを作ったりしてたので、でまあその先でもうちょっとじゃあリアルにも通いたいけど B モンスターほどきついところはいけないとか、うん、もうちょっとなんかこう新しい体験もできつつあのダイエットもできるみたいな施設があったらいいなと思って作ったのがトイボックスだったりとか、そうですね、なんかあとまあその Eat4E のその昆虫食の方もあのダイエットってあのすごく運動もめちゃめちゃ大事なんですけど、まあそれと同じくらい食事も大事なので、そこも一緒にこうあのサポートできたらいいなと思っていた中で、あのたまたま渋谷でそれができるっていうあのチャンスがあったのでそこもやってみたいな、こうなんか、まあ、全部ビジョンに基づいてそこをこうよりあの実現させるためにはっていうのでこういろんなところに手出してるっていう形ですかね。このビジョン、心身ともに洗練されチャレンジし続ける人であふれる世界を作るっていうのが、はい、すごくこの4つにこう横串みたいな形でつながっているというふうに思ったんですけど、このビジョンっていうのはどこからこう、まあ、言語化された、それこそどういう経験からだったのかをもしあれば教えてください。はい、そうですね、B モンスター始めた時ってなんかまあちょっともっとライトな気持ちでやってたというか、なんか全然こう楽しいからとか、まあ、自分がやってみてすごく楽しかったし、なんか もっとこう楽しくできそうと思ったので、なんかそれを、まあ、自分が受けたいみたいなところもあってやってたんですけど、なんか本当にこういろんな方に通っていただけるようになって1年目ぐらいの時にこうその通っていただいてたメンバー様から、なんかこう B モンスターに入って人生が変わりましたみたいな風に言っていただいて、こう今までこういろんなダイエット失敗してきちゃってて、こうなんか自分に悲観的にこうなんか自分は甘いダメな人間だみたいな風に思ってたけど、なんかやっと痩せれることができて、なんかこう自分にも自信がすごくついて、なんかいろんなことにもチャレンジできるようになったみたいな、それこそ海外にも行きたいとも思ったことなかったらしいんですけど、その B モンスターが できたニューヨークに行ってみたいって言って初めてパスポート取って一人で行ってきましたみたいな、なんかそんなことはこう通う前は想像もできなかったですみたいなことを言っていただいて、それがなんかこうすごく嬉しくって、なんかこう運動だけじゃなくて、なんかもっと
明るい未来だったりとか、こういろんな挑戦する気持ちだったり、なんかそういういろんなものをビーモンスターは提供できるんだっていうのを感じて、でなんかやっぱり会社ってもちろんそこの利益を生み出すところすごく大事なので、そのお金を生み出していかないといけないんですけど、なんかそうじゃなくてもっとこう価値、いろんなこう社会に影響を出す価値みたいなものって本当に大事なんだなっていうのをその時にすごく思ったので、あのここをコア、ビーモンスターのコアとしてやっていきたいって、その経験から思ってそこのビジョンにしたっていう形ですね。ご自身が多分こうニューヨークでこうクライミングボクシングを体験されて、これ持ってこようって思ったのは、おそらくなんかこれが日本で流行るとか日本でもいけるっていうふうに思った、なんかその最初のファーストインプレッションみたいなところが多分おそらく導入というか、あの企業につながったのかなって思ったんですけど、そういうの実際にこう使っていただく人がいる、そこでなんかそういう言葉をかけていただけるっていうところで、なんか会社のよりなんかこう他の人にとっての価値じゃないんですけども、なんか存在価値が生まれ、あ、じゃあここそうすれば、ここのビーモンスターっていうのはなんかこう体ももちろんあの整えられて鍛えられるけど、心もなんかこう洗練されるというか整えられるっていう風に感じていただけるってすごく嬉しいですよね。そうですね、はい、うんうんうん、だしなんかこうチャレンジし続ける人であふれる世界っていうのはまさに、まあ、塚田さんがこう今日このまま学校に行ったら普通になっちゃうんじゃないかみたいな日常のなんかこうきっかけみたいなのを与える場としてこの B モンスターはあるのかもしれないなっていう風に感じましたね。ちなみにこうちょっともう少し前に触れればよかったんですけど、 B モンスターっていう名前はなぜこのモンスターという名前だったりとか B がなぜついてるのかちょっと気になったんですけども、すいません、教えていただけると嬉しいです。B モンスターで前は私が考えたやつなんですけど、なんかなんかせっかくだからボクシングっぽさも入れつつ、ただなんかなんとかボクシングとか、なんかそういう分かりやすすぎる名前にしたくなくて、でいろいろ考えてる中で、なんかモハメド・アリさんの蝶のように舞い蜂のように刺すっていうボクシング界の名言があって、なんか名言好きだったんでちょっと入れたいなと思ってて、で蜂と蝶がどっちもあの頭文字が B から始まって、だからそこにこうあやかっての B っていうのと、あとは私94年生まれなので、あの大谷選手と同い年なんですけど、まあ、当時からあのすごく活躍されてて、こう同世代としてすごくいいなというか一個目標というか、なんかあんな風に活躍できたらいいなってすごく思ってた中で、こうニュースで見てた時に怪物級みたいなことをすごく当時大谷選手が言われてて、でなんかその言葉ってすごくいいなと思って、こうイフの存在みたいなのなんだよな、うんうん、こう憧れを通り越してイフみたいな存在だっていうのを思ってたの で、 でなんかそういうモンスターって言葉をつけたらいいなって思って、で Be the Monster でこう想像を超えた存在になるみたいな、会社もそうなっていったらいいし、なんかその通ってくださるメンバーさんも自分たちが想像してないようなという存在になれたらいいなっていうので B モンスターって名前をつけました。あ、すごい詰まってますね、思いが。なんかモンスターってなんかこうどうしてもこうなんていうんですかね、怪物もちろんイメージはできてたんですけど、そこの裏にはこういろんな背景が詰まってたっていうのがすごく面白いな、いいなっていうふうに思って聞いてたんですけども、ちょっともう一個だけあの先ほどの話の中で気になったサステナブルカフェの部分でちょっとどうしよう気になったのが、普通にこうあのもちろん健康を作るには体を鍛えることもそうですし、あの食事の部分で気をつけるってもあったんですけど、なぜこの昆虫食というところに着目をしたところがすごくユニークだなって思ったんですけど、はい、そこに着目をされたのか教えてください。なんか先ほど言ったみたいに、こう食でもサポートできたらいいなって思っていた中で、こうでも今さら B モンスターがなんかこうただ体にいいものスーパーフードとか、 なんかタンパク質っていうのを出すのもなんかちょっと違うなみたいな感覚があって、もうちょっとこう面白いものだったりとか、あと社会性というか社会的メッセージがあるものをせっかくだったらやりたいっていうのをすごく思っていた中で、あの、まあ、サステナブルっていうのは一個こうワードとしてあのこれからやっていかなきゃいけないところだなっていうのはすごく感じていたので、サステナブルな商品がいいんじゃないかっていうのと、あと昔の経験であのゴキブリの羽と、エビの尻尾が同じ成分でできているっていう、 こう都市伝説みたいなのがあるんですけど、なんかそれをテレビで見てた時にこう一緒にいた人たちは、あ、じゃあなんか今まで食べてたけどエビの尻尾ももう気持ち悪く食べれないみたいな反応をしていて、
でも私はその時に、あ、今まで食べてたからゴキブリの羽も食べれるんだなっていうふうに思ったんですよね。 でもなんか同じ事柄だと思うんですけど、それってでもなんかこう見る角度が違うことで、なんかできないことが増えていってしまうのと、できることが増えていくのだったら、まあ、できることが増えていく方がすごく人生としては豊かなんじゃないかなと思ったので、なんかこっちの見方を発信できたらいいなっていうのが、まあ、その時こうつながったというか、あ、そういえばあの時そう思ったなっていうので、この昆虫食っていうのを今回あえて使うことで、なんかそういうふうにこう 今までできないと思ってたことが、こう食べてみて美味しいねとか全然食べれるねみたいな経験が、まあ、一個成功体験としてみんなの中にこう残っていってもらったら、なんか今後の人生の時に、だからできないみたいな、こんなこと絶対できないって思った時にも、あ、でもなんか昆虫食も絶対食べないと思ったけど食べたら美味しかったじゃんみたいなのがちょっと思い出してもらえたら、あ、じゃあこれもちょっとやってみたらもしかしたら面白いかもしれないとかできるかもしれないっていう風に、こうそういうきっかけになれたら嬉しいなと思って Eat for E もやっているっていうのが大きいですね。いやー、ちょっと今のメッセージすごくなんかこう食事からまさかこういう風にやってみないと、ね、こう分からないよっていうメッセージになんかこうつながってるのっていうのをちょっと聞いて、ちょっと僕今鳥肌が立ってるんですけど、ありがとうございます。なんかそうですよね、こう見る角度を変えてみないと、例えばなんかこう山奥に住んでるから何もできないのか、何もないっていう風に諦めるんじゃなくて、山奥だからこそできることってなんだろうみたいな、こう見方を変えることによって今までこう見えていなかったなんか可能性に満ちているみたいなところってすごくあるなっていうふうに思って、まさにこう挑戦してみるもそうですし、多分正解って多分ないと思っていて、なんかこうそれこそ昆虫食は食べれないっていう風な答えを見つけるんじゃなくて、もしかしたら食べれるかもしれないっていうなんか仮説だったりを持って自分でまず試してみる、作ってみるみたいなところで、なんかすごくなんかこう塚田さんのこれまでのお話も聞いてみて、なんか正解を自分で作っていくみたいなところがすごく感じたなっていうふうに、うん、思ったんです。結構そこら辺って意識してるんですか、はい、なんかこう正解を自分で作ってみるみたいなところっていうのは。そうですね、それはすごくあって、なんか昔からなんか大事なことを網だくじで決めてたんですけど、大学生ですか、はい、網だくじで大学生ぐらいの時まで結構やってて、それこそなんかその漫才の相方と会う時も結構その時ネットで会った人との事件みたいなのが結構あったので、会うの怖いなって思った時に網だくじしたりとか、あと留学もなんか1年で帰るかそのまま大学まで向こうに行くかみたいなのを選択としてあった中ですごい迷ってたので網だくじしてたんですけど、なんかその時になんか網だくじで出したものをなんかこう、あ、出たからこれやるとかじゃなくて、せっかくこれが出たからじゃあこれをまあ正解としていかないといけないなっていうのがあって、多分なんか途中で思ったんですけど、なんかどっちが出ても自分はそれを正解として生きていけるなっていうのをすごく感じて、なんかそれぐらいからですかね、ちょっとあんまりやらなくなったんですけど、なんかこうどの未来に行ったとしても、なんか自分のやり方次第でいい方向に持っていけるみたいなすごくあるので、なんかそういう経験もあって、こう自分でそこはこう正解を作っていくものなのかなっていうのは思いましたね。まさにこう今やっている事業とかも、はい、これをやっていればもう自分たちの会社を成長するなんていう保証はないわけじゃないですか、だけどなんかそれを選んだからにはそう、どう、はい、正解じゃないですけども、その選択が、まあ、良かったというふうに思える、そのために自分たちも頑張るというか、まあ、いろいろと考えたりとかそういう工夫をしたりっていうふうになっているんじゃないかなっていうふうに、うん、出て思いました。はい、あっという間に実は50分になってきたので、少しずつ質問なども聞きながらできればと思うんですけど、まあ、今実際にこうもともと2人でお姉様と一緒に代表されていたというふうには聞いたりとかしたんですけども、今1人代表になられたというふうにお伺いしたんですけども、そこでなぜ1人に代表としてなられたのかって、もしお話できればなんですけども教えていただけますか。はい、そうですね、まあ、姉と2人でずっとやってきた中で、最初姉が代表で私が副代表でやってて、で一昨年からですかね、去年から2人の、共同代表でをやり始めて、で、まあ、1年ちょっとやってきた中で、こう、2人
代表にしたときはこうスピード感がもっと上がるんじゃないか、それぞれに裁量があればもっとその進めていけるものが増えるし、なんかもっと早くできるんじゃないかと思って2人にしたんですけど、実際やってみると意外とこうそれぞれが大事にするところみたいなものがあって、なんか大きく大事にするところはあの一緒だったんですけど、ちょっと小さいところで の, あの違うところが何個かあって、まあそこに対してこう一回一回何かを出すときにこう2人で話し合ってそこのまま なるべく納得するようにして出すみたいなのがこう時間がすごくそこにかかってしまっていて、なんか逆にスピード感を遅めてしまっているなっていうのとかも感じていたのと、まあこうお互いがこれをやりたいっていうのを、まあ、最終ちゃんと納得せぬままこう期限とかが来て出さなきゃいけなかった時にこう自分の意見が通らなかったものに対してこう最終本当に 100% コミットできてるかって言われるとなんかそうじゃないよねっていう現状があったりとかっていうのを、まあ、2人で話してて、これは会社にとってあんまり良くないかもしれないねみたいな、こうやっぱもう一回どっちかが1人に戻ってあのやるのが一番会社にとっていいことなんじゃないかっていうのを2人で話し合って結論として出して、で、まあ、どっちがやるかみたいなのがあったんですけど、まあ姉としては、まあ、自分は自分の答えに迷っちゃうこともある中で、なんか誠はそうじゃないって自分が見てて思うから誠が代表やるのがいいんじゃないかっていうふうに言ってもらって、でまあ自分もそうかなと思ったので、じゃあ私がやりますっていうので今年から一人でやることになりました。うん、お姉様まだ会社にはいらっしゃる形です、ね、そうですね、監査で、はい、残ってるんですけど、まあ、実質的なあの実務みたいなものはもう外れていてっていう形ですね。なるほど、まあ、今一人代表としていろいろと、まあ、活躍されていると思うので、ちょっと最後にあのこれからのお話もちょっと最後もう少しだけお伺いできればと思うんですけども、あの今日あの他に参加していただいている方もいらっしゃいますので、もしあのよろしければもしご質問があればぜひ、まあ、チャット欄だったりとか、もう直接声でお話しできる方は、はい、ぜひぜひお話しいただければ、あ、竹さんから早速見てるんですけども、はい、あの、企業早期のメンバーたちとどのように作業分担して何が大変だったかをぜひお聞きしたいということなんですけども、いわゆる企業当時のメンバー、まあ、2人で始めたと思うんですけど、もう少し、例えば、サブとして関わってくださる方もいらっしゃったと思うんですけど、どのように作業役割とかを分担して、はい、創業当時何が大変だったかってぜひ苦労話を聞いてほしいです。そうですね、でも本当に、経営メンバーは長い期間2人でというか本当に今もほぼいなくて、広報とかマーケターもいないような会社なんですけど、そうですね、当時なので私たち2人が全部経営周りとか運営周りをやって、あとはパフォーマーたちが10人いたっていう形だったんですけど、そことのコミュニケーションみたいなすごくあの困った部分結構あって、まあ、私たちも全然社会経験がなく始めたので、こうどういうふうにみんなとこうコミュニケーションを取ってちゃんと組織としてやっていくのかみたいなのがこう自分たちの中で全然確立できてなかったので、こういうのをやってくださいみたいなことをこうその時なんかずっとレンタルスペースみたいなのを借りてプログラムの制作みたいなのをしてたんですけど、でまあ行ってなんかまあ見てアドバイスして、またその他の全部もう小物から何から全部自分たちで決めなきゃいけなかったので、また戻ってミーティングしてみたいなことをやってたんですけど、まあその見えてない時間がそのパフォーマーたちにとってはすごく不安だったみたいで、なんかこう社長たちって日々何してるんですかみたいな、こう本当に仕事してるんですかみたいな、日報出してくださいっていうまで言われちゃって、なんかその時に、あ、なんか、いや、なんか社長に日報出しててすごいなってちょっと思ったんですけど、まあ、とはいえでもそう言わせちゃった自分たちも良くなかったなってすごく思って、あのみんなを安心させてあげることも私たちの仕事なんだみたいなのをすごくその時に感じて、あのコミュニケーションが本当に大事だっていうのをその時に気づいて、あの一からあの社長ってこういう仕事でとか、私たちが決めなきゃいけないことっていうのはこれだけあってとか、でみんなに求めることはこれでとかっていうのを一個一個すごく丁寧に説明するようになったっていうのはありましたね。やっぱりそこは、でもそこからもずっと人の部分は、まあ、経営していく中でずっと苦労している部分でもありますし、この先もずっと苦労する部分だろうなとは思う中で、でもコミュニケーションっていうものをなんかすごく取っていくことで解決することはものすごく多いなとは思いましたね。まあ、それでも伝わらない部分はあるんですけど、なんかそれでもなるべく言葉にしてちゃんと伝えて理解してもらってっていうところは今も大事にしています。うーん、ありがとうございます。本当に、あ、
ありがとうございます。本当にそうですよね。こう従業員を安心させるってこう引っ張ることも大事だけど、うん、安心させることもすごく大事ですよね。やっぱり可視化するって、まあ、難しいところですけど、確かにそう思いました。あ、平野さんからも感想いただいてますね。ビーモンスターに VIP 会員として、お、ありがとうございます。多い会員さんですね。すごい、週7、8で通っていただいて、週6、すごいですね。毎日プラスどっかで普通、そうですね、っていうすごいな、ありがとうございます。朝行って夜行ってとかかもしれないですね。いや、すごい。しかも素晴らしいプロダクトを世に生んでいただきありがとうございます。あ、嬉しい、ありがとうございます。あ、前田さんからもいただいてますね。あ、今日も2本受けて、2本受けてます、すごい。前田さんからも刺激的なお話ありがとうございます。ジーンの考えの枠を取っ払って日々の生活を過ごしていきたいと思いましたっていう風に、うん、やっぱこうあれですよね、こう大学を、まあ、辞めるとかもそうですし、単純にこう高校で留学をして、まあ、1年間、ね、いわゆるこうあの長く高校いたりとかっていうところもそうですし、あとは実際にこうフライトで行って帰ってそのまま起業しようみたいな形の、なんかこう今までってなんかこう大学卒業してから起業するとかっていう、なんか私たちってどうしても目に見えない枠にとらわれて生きているというか、なんかその決められた正解に沿っていかないと、なんかこう人から見たらどう思われるんだっていうふうに気にしてしまいがちですけど、まさにこうあの途中でおっしゃってた、正解は自分で作るじゃないですけども、自分で決めた道を自分で正解にしていくっていう、なんかそのプロセスがすごく大事なんだなっていうふうに改めて皆さんの感想を聞いて僕も思いました。はい、ちょっと僕も一問だけさせていただいて、あのまとめに行けたらと思うんですけども、あの挑戦したい人って本当に世の中誰しもなのかなっていうふうに思っていて、ただこれ挑戦したいけど私なんか僕なんかできるかなって思ってる人っていっぱいいると思うんですね。そんななんかこう挑戦を、それはいえども挑戦し続ける人になるために、まあ、塚田さんご自身が例えばあの必要だなと感じていることだったりとか、あとは実際にこうまずこういうのやってみるといいよっていうことがもしあれば、アドバイス的な形なんですけどもいただけると嬉しいです。はい、そうですね、なんかまあ私小さい頃から結構挑戦好きではあったんですけど、なんかその中で多分感じてたのは、なんか挑戦して失敗したとしても得るものってすごくあるなっていうのがあって、でもやらなかったことから得るものってほとんどないなっていうのはすごく思ったので、やっぱりやってみて得て、その経験をこう何か生かしていくっていうのがこう一個でもできると、なんか今まで習い事とかも本当にやってはやめやってはやめみたいな感じで、周りから見るとなんか本当にこう何やってるんだみたいな感じだと思うんですけど、でなんか一個一個が意外とその次のに生かされたりとかしていて、私野球とかもやってたんですけど、でボクシング始めた時に、あのそこの腰のひねり方が似てるのかすごい上手いですねみたいなことを言われたりとかで、結構なんか あれって、まあ、すぐやめちゃったけどなんかあの将来に生きてるんだなとか、なんか漫画とかも好きで、なんか周りから親とかもなんかその漫画ばっか読んでないでみたいなこと言われたんですけど、なんか結構今の仕事の中に生きてる部分があったりとか、なんかこうやってみて失敗したとしても本当にそれが絶対どっかの人生の中では、経験になって、で経験になればそれはなんか失敗じゃなかったのかなってすごく思うので、なんかそういうふうにちょっとでも思えることがあると、じゃあやってみようかって思う、これもいつか経験になるって思っていろんなことができるかなと思うので、そうですね、まあ、まずちょっとこう騙されたと思ってやってみてもらって、でそれがこうどっかの人生で役に立つ経験っていうのをしてもらえたら、あのそうですね、もっとこうチャレンジしやすくなるのかなとは思いました。まさに多分塚田さん自身もやりながらこうこの事業でやったことが別の事業につながってるっていうところももしかしたらあるのかなというふうに思ったので、ぜひぜひあの挑戦してしたらどうなのかなっていう方は、まずなんかこうそれがゆくゆく失敗としてもつながるっていうのをなんかこう考えていただけたらなというふうに思います。あ、ちなみにこう昨日リリースされたインタビュー記事で、今後国内で2店舗ほど拡大検討っていうふうにあ、はいはい、あったようなんですけども、まあこれ話せればなんですけど、はい、出店後検討でしょう。そうですね、なんか横浜はでもずっと出したいなっていうのを思っていて、結構メンバーさんからもあの横浜出してくださいってお声は本当に当初からいただいてたので、そこはなんか出したいと思いつつ、なんか
全然いい物件がないんですよね。横浜って何なんですかね。なんか結構区画が小さいのと、なんか出ていかないみたいで、本当にここ何年かずっと探してるんですけど、本当に見つからなくて、まあ、物件さえ見つかれば横浜はなんかぜひ出したいなっていうのと、まあ、あとは博多とかはちょっとまだあんまりリサーチできてないんですけど、そこら辺とかはあるのかなと思っています。じゃあ博多にできたらぜひ、私も博多まで時間半ぐらいなので、はい、もしかしたら行けるかなと思ってですけども、はい、かなというふうに思っています。はい、ちょっとあの時間が若干過ぎそうなんですけども、これからその締めに質問させていただければと思います。今 B モンスターって何人ぐらいの事業員さんが、まあ、いらっしゃる組織なんでしょうか。海外も合わせると180名ほどいますね。最初2人で始まった会社が180人に広がっていくってすごく大きくなっていると思うんですけども、まあ、最後にこれから B モンスターとして塚田さんご自身が、まあ、あのやっていきたいことだったりとか、目指したい世界みたいな、これからのビジョンをぜひ最後教えていただけると嬉しいです。はい、そうですね。やっぱりこう何度も出てきちゃうワードなんですけど、この心身ともに洗練されチャレンジする続ける人であふれる世界を作るっていうのは、こうやっぱずっと目標にしてきたところでもありますし、そこに対してすごく価値も感じてたり、それができるプロダクトだなっていうのを、その今4ブランドやってて、どれもそこに対してあのアプローチできるブランドだと思ってるので、あのそこをもう一個一個の深さを深めつつ、まあ他にもそのフィットネスだったりとかにとらわれず、いろんな角度からそういうところのメッセージが発信できたらいいなと思ってるので、はい、あの、まあ、フィットネスだけではなくで、こう、もっとより良い明るい世界だったり、それを作っていく人たちっていうのを作っていけたらいいなと、はい、思っております。まさにこうその人の心身を、まあ、あの洗練されさせることはもちろんなんですけども、まあ、そこに集った人が、あのそのお店だったりとかフィットネスだったりとかを、まあ経て、まあ、チャレンジをする、新しいチャレンジをしていくっていう人で、まあ、溢れていく世界を作るっていう、まあ、まさにこう今後の B モンスターの活躍次第、よりなんかこう日本が、そして世界がチャレンジし続ける人で溢れていくんじゃないかなっていうふうに思うので、私自身も一人のなんかファンとして、あの応援していきたいなというふうに思います。はい、それではお時間となりましたので、イニークキャリアランジ本日も終了したいと思います。本日のゲストは塚田誠さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。